カウンターの選手なんだよ。選手試合関係ないんですけど、中井選手結構あのグラビア出たりとか、エロ強くてキャラクターが確立してるんですけど、そのことに関してはどう思いますか？対戦する相手がそういうキャラの持ち主なんで、みんな違ってみんないいんじゃないですか。いらっしゃいますか。あ、前回あの入場でマスクかぶっていられたんですけど、今回って何か考えてることありますか。今回、もちろん教えてください。何かありそうな。ないかもしれない。すいません。ありがとうございます。あと、そのインフルエンザ、まあ、その風邪のことなんですけど、どれぐらい練習休んだのかと、あと症状ですね、どれだけ熱が出たとか、詳しい症状を教えていただけるいただけますか。あの会見の時、公開練習の時にすごい体だるくて、熱測ったら38度近くあって、スポーブに行って、これ薬もらって、ですぐ薬飲んで寝たんですけど、そこからすごく良くなって、熱下がって3日感染するって言われてたんで、次の日熱下がって3日間空けて、ちょっと動き始めました。鼻水が今止まった。じゃあ、まあ、4日ぐらい、4、5日やつ、5日、はい、スリング時代 の仲間とかは今回また応援に来てくれたりとかするんでしょうか。エリちゃん、トンサカイが応援に来てくれるって言ってました。すみません、そのインフルで動けないので、逆にそのデータ的な対策というか、長くて座ってやる相手の対策を見ることだったり、映像を見ることだったりとか、いうような使い方があったと思うんですけど、どんな使い方をされましたか。でもさっき言ったみたいに、なんか、すごい、練習しなきゃっていう気持ちと、でもなんかここにいなきゃいけないっていう気持ちで、ちょっと基本治療に専念したの。はい、治療に専念したのです。その間も治療イメージトレーニング、どうしてるのか。あの打撃のイメージとかやってました。考えてました。